はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。今回素敵なゲストに来ていただきました。じゃあ自己紹介、はい、します。皆さん、こんにちは。俺たちのチャンネルのナイトです。ウィン。よろしくお願いします。お願いします。いや、ほんと、はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。東大生 YouTuber のもっちゃん。そうですね。のつながりで。そうですね。内藤さんがどんな学生生活を送ってたのかが見えないわけですよ。そう雰囲気として多分こんな風なクラスのこう中心人物の子っているじゃないですか、キラキラしてるメンバー、きっとあそこにいたんだろうなっていつもなんか話の中心にいるあいつかみたいな気はするんですけど、実際どうだったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですが、まず中学校の時はやっぱりその仲のいいメンバーがいて、お笑いが好きな子っていうか、なんかダウンタウンとか好きみたいな、お笑い好きな子が多くて、でそれでなんか笑いのなんか感じが合うみたいな、でそのまんま中学校にも上がって。でクラスは違うけど、はい、遊ぶのはそのメンバーみたいな。でも、はい、その男子のメンバーなかったんですけど、はい、女性とはなんかそんな、はい、その浮いた話とか何にもなくて。本当ですか。そうなんですよ。今多分自分も含めて今見てる方の 70% ぐらいが嘘だろうみたいな。いや本当に本当になんか中学校とかで、はい、その付き合いたいとかってあったんですけど、はい、そんな浮いた話じゃなくて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なんかちょっと女子と話すのもなんかちょっと緊張しちゃって、だから本当に男ばっかりみたいな。ああ、だけど高校は結構苦労しましたね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。小中は同じメンバーだったんで、そのまま楽っていうか同じメンバーだったんですけど、高校だと全員バラバラになっちゃって、しかもなんか全然笑いの感じが違うんですよね。なんだろう、好みというか、空気感とかもそうですもんね。空気感が全然違くて、だから自分が面白いと思ったこともなんか向こうはポカンみたいな感じで、ああ伝わんないんだ。伝わんなくて、でものすごくどうしようみたいな感じになったんですよ。で結構焦ったんですけど、だけど面白いことやりたいと思ってて、でその時に他のクラスだったんですけど、その漫才やりたいって子がいたんですよ。お笑い大好きで、でその子がたまたま声をかけてくれて「お前お笑い好きなの?」って言ってくれて、それだったらその一緒にコンビ組もうって言って、そのコンビを組んで文化祭とかで発表したりとかで、それがあってすごくなんか助かったっていうか、自分を表現したいことがなんかみんなの前でできて、でそれが今の YouTube にもつながってる感じはするんですよね。空気感が合わない子に、あんまり合わせなくていいじゃんと思っちゃうタイプなんですよね。無理に合わせにいって、じゃあ自分じゃない状態を偽って接してても辛くなっちゃうので、じゃあ噛み合う子を探すというか、ちょっと別に行ってもいいんじゃないって思っちゃうんですけど、確かにそっちの方がいいですよね。なんか辛くなりません？なんかそうだから僕すごい八方美人なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、僕その誰にでも合わせちゃうんですよ。でも話が噛み合ってないっていうのは分かってるみたいな。知り合いは多いけど、本当に心許せる人は少ないって。超分かる。超分かる。誰とでも話せるけど、本当はなんかこれ自分楽しんでないなって完璧に分かってるんですよ。ここで見てるんですよね。自分が。そういうふうに気心を知れた友達は少ないですけど、なんかそういう子たちとなんかやった思い出っていうのはやっぱ残るなって。親友じゃないですけど、本当に気心許せる人に誰もいないみたいなで悩む子とかいて、でも300人しか出会ってないから、それが確率ゼロのこともあるじゃんみたいな。ありますね。そうなので、もしそれで合わなかったら、例えば違うところ、高校入ったら別になんか外のコミュニティがあるじゃないですか。ありますね。そこで探してもいいと思うしとかって思っちゃうんですけど、いや本当そう思いますよ。だって僕なんて本当に二人っきりで心許せる人なんてもうやっぱ片手に収まる。収まりますよね。そうそう。傍から見てその友達多そうって思われるかもしれないですけど、でも本当に許してる人はめっちゃ少ないし、そうですよね。そんな人とはなかなか出会えないんで、そうですよね。クラスの中にいる方が奇跡っていうか、そっちの方が珍しいって考えた方がいい。あ、そうですね。それすごい素敵。今のちょっと今テロップでした。30人でその同じ年っていうだけで集められただけなんで、そうですよね。本当に仲良くなる人は違う、もう別々の年齢の人の可能性もあるし、そう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 ですよね。日本人じゃない可能性もあるし、この中で苦しまなくてもいいかなと思いますね。僕デフォルト一人で一人なんですよ。あ、そうなんですね。旅行行く時とかも一人で。あ、そうなんですね。そうなんですよ。基本的に、一人行動だし、一人がまあ好きっていうのはありますね。あまり一人が苦じゃない。苦じゃないですね、全然。だけどそれは全然寂しいことじゃなくて、すごいやりたいことができるし、悪いことじゃないかなと思いますね。学生時代ってそのクラスとか学校っていうコミュニティにいるじゃないですか、はい、で結構やっぱり中学校とかそれが全てになりやすいじゃないですか、はい、あっても他にあと塾ぐらいみたいな、はい、なのでそこにじゃあ気心許せないとか、はい、誰もいない一人しか一人もいないってなっちゃうと、はい、もうなんかそれが人生永遠に一人が続くみたいなふうにやっぱり思っちゃう子たちが結構いるんですけど、はい、でも大人だって言ったら全然違いますもんね。そうっすね。大人って基本一人ですもんね。だから今学校生活で例えばね、そういう人がいなくたとしても、それが一生いないってわけでもないだろうし、これからたくさんの人に出会っていくわけなので。そうですね。だから全然そこでなんか悲しむ必要なくて、デフォルトは逆にそんなに運命の相手に出会える可能性の方が全然低いかなと思います。そうですね。どうしてもアニメとか。ああ、そうですね。日本は青春感が好きすぎるんですよ。あれを見せられるとみんな焦っちゃうから。でもちょっとそれ焦る気持ち分かりますよね。キラキラがデフォルトだと思うと、あれ俺の人生。そうなんですよ。あれで日本は好きすぎるんですよ。あと漫画とかドラマで比べちゃうと、その何でもない日常がやばいのかなと思って。そうそうそう、あれ俺だけみたいな。そう思うけど、そんなことない。そんなことないですよね。友達作りって、はい、無理に友達作ろうとすると辛くないですか？はい、あ、めっちゃ辛いですね。なんか無理に作ろうとすると、はい、だんだん自分がブレるというか。ブレますね、本当に。そう、なんかどれが本心か分かんなくなるというか。自分の中のこの A の自分と B の自分、はい、C の自分がいて、はい、あれ結局自分どれみたいな、はい、どれも自分じゃないんじゃないのみたいな、はい、風に落ちていく子たちが。はいはいはい、多いんですけど。確かに無理するのは辛いですもんね。だからなんか表面上は人気者に見えたかもしれないですけど、でも、自分じゃないなっていうのはどっかでありましたね。そうなんですね。そうですね。結構仲良かったやつが多分年を経ってから、はい、あの時こうだったよねって話する時あるじゃないですか、はい、で結構やっぱりクラスの中心人物がいて、はい、で聞くと、はい、自分らはその当時はもうキラキラしてるから悩みなんてないと思うわけですよ。でも実はその当時すごく悩んでて、そのほんと似た感じで座ってそのポジションにいると、そのポジションにいなきゃいけない今度悩みがあって、でそれが多分自分じゃない接し方もしてたりすると分かんなくなってくる。実は悩んでたんだよみたいな。内藤さんやっぱり動画の中でしかもちろん見てなかったので。やっぱりすごいこうキラキラした人生を送ってる方にすごく感じてたんですけど、動画でも無理してますもん。使っちゃいますよ。もう全然で、まあ多少ないともみんなそうかもしれないですけどね。そうっすね。好きなことはやってますけどね。まあそうっすね。好きなことはやってますけど、好きなことだから無理しても平気っていうのはあるかもしれないですね。そうですね。そう、嫌なことだったら無理して頑張る意味がないと思うんですけど、最終的なゴールが自分の得たいものだったら、そこの無理はなんか全部自分のためになるっていうか、それはなんか悪い気がしないかなっていうのはありますね。だから今の日本だと僕的に嫌なのは、はい、なんか学生自体がピークみたいな感じじゃないですか、楽しさの。確かに。でなんか大人になったらみんな辛いみたいな風潮じゃないですか。大人になりたくないみたいな。そうありますね。それすごい良くないなと思うんですよね。大人になった方が楽しいって見せないと、いや学生時代辛い人って。そうしたら、じゃあもうここで楽しめなかったら落ちるだけないじゃんみたいななっちゃいますもんね。だから大人の責任としてはやっぱり大人でも楽しいってところを見せてくないとダメじゃないかな。自分学生の時に周りに仕事つまんないとか仕事つらいってその愚痴を言う大人がすごい多かったんですよね。だから自分大人になりたくない人間だったんですけど、でもなってみたら自分大人の方がいいんですよ。ああそうですよね。今のが楽しいんで、大人楽しくないですか？大人の方が自由で全然いいです。別に戻りたくないとは言わないですよ。言わないですけど、どっち選ぶって言ったらこっち選びますもん。そうですね。できることの幅が全然違うし、もちろん責任はねその分伴いますけど、楽しいっすよね。そうですね。全然こっちの世界の方が広いし、学生時代ってお昼の11時頃に外の世界がどうなってるかって想像つかなかったんですよ。確かに確かに。その外で働いてる人たちがどうしてるのかとか全然想像つかなかったんですけど、はい、でも出てみればそっちの方が普通だし、学校の外のいる人の方が多いし、そうですね、でいろんな人たちがいるし、で特に今だったら会社勤めしなくても自分でやりたいことできる環境結構あるじゃないですか、そうですね、YouTuber はじめ、だから本当に僕的にはいい時代に恵まれて、でいい時代に大人になったなと思いますね。楽しもうと思ったら、まあ、無限大ってちょっと臭くなりますけど、でも本当に楽しむ要素は無限大だと思って、本当に無限大でいい時代だなと思いますよね。学生時代は本当に序章に過ぎなくて、そう、あ、いいですね、いいですね。そこでもマックスと思っちゃうと全然その後がピークなんで、そうですね、こう上がっていくやっぱ曲線をみんなが描けたらいいなと思いますよね。そうですね、そう、あとイメージしてほしいですよね。そうなる自分にも可能性があるんだって。今学校生活が例えばすごいどん底だったりとかつまんなかったとしても、別にそれがピークじゃないし、こっからこういうふうに上がっていく上がっていくことがあるっていうのは内藤さんが言ってるから間違いない、絶対そうだから。内藤さんもし今10代に戻って、今この時代に10代に戻ったら YouTube やります？絶対やると思います。あ、本当ですか。想像つかないですね、今戻ったら何するか。なんかうちらの時代とやっぱ違うじゃないですか、結構。なので今自分が学生戻ったらどうするんだろうってたまに思うんですよ、自分。確かに、何するんだろうな。多分 YouTube は絶対選択の1個に出てくるとは思うんですよね。絶対やると思う。そう思うんだけど、どう生きていくんだろうなと思って。あと女の子とは付き合いたいですね。それはもうやり残したんで。なるほど。そこはやっぱり一応やっときたいな。